こんばんは。今日は手作りタコスを作っていきます。牛と豚の合いびき肉を適当に焼いてってください。焼いてから塩コショウをすることで味が結構染みます。いやー、最近ね、さすがに何もやんないのはまずいと思って1日1万歩歩くようにしました。そしたら体重がだいたい4日間で2キロ近く減ったんで、このままウォーキングは続けていって、こう好きなものは食べるけどウォーキングはする、それで体重がどれくらい減るか試してみようと思います。ただウォーキングをしてる弊害か、歩いた後左腕が痛くなるんですよね。特に左の手首の部分、なぜだろう。体も結構ごついんですけど、手首の部分だけ女性みたいに細いしな。タンパク質不足かなって思って、とりあえず皮肉たっぷりのタコスを作ってます。さ、これで次に足すのは醤油。怪人の人に、お前タコスに醤油入れるのって驚かれたんですけど、これがびっくりするぐらい合うんですよね。ただ、肉汁と、醤油が合わさって結構びちゃびちゃになるんで、焼き上がりの時に最後、強火で水分を結構飛ばしていっちゃいます。こうやって適度にヘラで切るように混ぜていってください。そうすることによって、パラッパラのね、もう何?ひき肉なんだけど、めちゃくちゃ歯切れのいいひき肉が、ひき肉に仕上がります。ちょっとこもっちゃった。さ、こんな感じかな。全体的に茶色い部分が増えてきたんですけど、もう少しって感じですね。やべ、奥に落ちちゃった。後で拾ってパクッと食べちゃおう。こんな感じで全体的に火が通って肉の汁が出てきたら大体完成です。ただこのままだと結構汁が多くてビチャッとしてるので、お肉とこう下の調味料、そして肉汁の3つを混ぜるようにして水分をこう飛ばしていきます。そうすることによってお肉は時間が経っても柔らかいですし、こう油で白っぽくなったりもしないんですよね。さ、小刻みにお肉を動かしながらポンポンやって、お肉を柔らかく仕上げていきます。周りに飛んじゃったやつはまあ後でパクパク食べるんで気にしないでください。ちゃんと自分で食べます。チャーハンもこんな風にかっこよく振れたらいいんですけど、チャーハンはあんまり振れないんですよね、なぜか。さあ、こうやって、まだ水分がちょっと多いな。フライパンの底をヘラでいじって、水分がね、あんまりなければもう OK なんですけど、もうちょっとかな。豆を入れるみたいな感じで、もうちょっと、炒めていきます。香り的にはもう醤油と塩コショウ、そして肉の甘い香りが混じってね、めちゃくちゃいい匂いがしてる。さ、こんなもんかなーと。食べるのが楽しみになってしまいます。お肉は最初から強火でやるのもいいんですけど、弱火で入れて調味料とかを足してから強火にするのがおすすめです。トルティーヤの生地を用意したら、しっかりと洗ったレタスを1枚置いてください。トルティーヤ生地よりもレタスの方が大きいですが、あまりそういうのは気にしないでください。性格がつぶらなので、美味しければ何でもいいやと思ってしまいます。お肉をだいたい 50g ぐらい入れてください。ラーメン用のレンゲでだいたい 2.5 杯ぐらい。それでだいたい 50g から 60g になります。さあ、熱々のお肉をよそうことができたら、上にシュレッドチーズを置いてください。パラパラとね。そして自分で作ったキッチンペーパーで作った入れ物の中にこの子を入れてあげましょう。ちゃんとしたテイクアウト用の袋は高いんで、あるものを使ってね、いい感じにやってきます。さあ、入った入った。これでタコスの完成です。よかったら皆さんも作ってみてください。本当はトマトとか入れるんですけど、買ってくるの忘れたので、ケチャップにしてみました。てなわけで気を取り直して、タコスの完成。お肉もめちゃくちゃ柔らかいので、よかったら食べてみてください。さあ、いただきます。お肉と野菜とチーズ、それが三位一体になってめちゃくちゃ美味しい味がするんですよね。これただちょっと食べにくい。
美味しそうだなーとか作ってみたいなーとか思ったら、チャンネル登録や高評価お願いします。収益化本気で目指してるんで頑張ります。じゃまたねー。ちなみに最後はなんかいい感じに撮れたからおまけで載せてみました。時間がある人は見てね。